レ札幌です。西坂アナウンサーお願いします。はい、まあ、コンサドーレと言いますともう鈴井さん熱狂的に応援されてますよね。はい、そうですね、毎回毎回応援してますし、ね、ここ数年はもう必ず開幕戦行ってますんで、はい、今年も柏行きました、はいね、負けたんですけど点の取り合いですごく面白い試合でしたよね。いや負けた勝ち負けはいいんですよ、まだまだ、はい、まだですよ、始まったばかりですで J1 は、ね、はい、その開幕戦の後今シーズン中断ということなんですけれども、早くコンサドーレの試合が見たい、はい、今日ご紹介するのは2011年、J2 から J1 昇格をつかんだシーズンです。本当に選手たちがですね、はい、団結して這い上がって勝ち取ったシーズンなんですが、コンサドーレのこの年間の順位を見ていただきますとですね、はい、これ J1 と J2 に分かれてからの順位なんですけど、この時代というのはコンサドーレは昇格しては降格、はい、昇格しては降格というのを繰り返したシーズンで、2011年の前の年は2010年 J2 で13位と、まあ、数字の上では最も低い順位で終わったという、まあ、鈴井さん、この時代というのは応援していてどうでしたか。もう忘れましたその時代のことは、はい、いやまあ当時はねやっぱりねエレベーターチームと他からね揶揄されて、苦しい状況が続いてたんですよね。ただその中でこの13位から翌年は選手たち団結して J1 昇格をつかみ取るわけなんですね。いかにしてどん底から這い上がっていったのか、その栄光をつかんだ歴史をご覧いただきます。悲願の J1 昇格を果たした2011年、しかしその戦いはどん底からのスタートでした。開幕戦で完封負け、その後も得点を決められず3試合を終え20チーム中18位に落ち込んでいました。キャプテンとして若手主体のチームを牽引していた河合隆二さん、競り合いの勝負の場面であと一歩踏み込めないことが課題だと感じていました。戦って負けるんだったらしょうがない、ただ自分たちで戦えてないんだったらもうそれはやっぱりねプロとしてあるまじきことだから。開幕から3ヶ月、波に乗れないチームを変えるきっかけが訪れます。この日チームは防戦一方、シュートわずか2本で完敗。試合の後サポーターから激しい抗議を受けたのです。昇格したい、目標は一つじゃないですか、戦友だと思ってるので、やっぱりここで僕らがまた同じような試合してたらもう多分試合来ないと思うんですよね。まあ、そこからの半年間っていうのはもう死ぬ気で戦ったと思いますね。残された試合で昇格するためには一つ一つのプレーで競り勝つことが不可欠だと考えた選手たち、球際で諦めないプレーを徹底しました。諦めたらやっぱり終わりだと思うんで、球際でちょっと避けちゃうようなシーンとかもあったので、もうそういうシーンに関してはめちゃくちゃ怒りました。戦えよと。最後まで諦めずボールに食らいつく、その姿勢が勝利を呼び込み始めます。夏には初めての4連勝、順位を徐々に上げていき、シーズン終盤には J1 昇格争いができるまでになりました。そして最終戦、相手は首位 FC 東京、コンサドーレは4位と勝ち点で並んでいるため絶対に負けられない戦いです。サポーターの抗議をきっかけに成長してきたコンサドーレ、札幌ドームには選手たちを勇気づける光景が広がっていました。
4万人の大声援、サポーターと共にたどり着いた決戦の舞台です。ものすごい人数だったんですよ。この人数これは勝つしかないよねっていう率直な思いでしたね。試合序盤、ボールに食らいつき相手の攻撃を封じます。さらに磨き上げてきた球際の勝負からチャンスを作ります。河合を起点にパスがつながり一気に前線へ。クロスに飛び込んだのはエース内村、値千金の先制点を挙げます。そして前半終了間際、ここも激しい球際の争いからボールを奪うと、素早い展開から一気にゴール前へ。決めたのはまたも内村、絶妙な飛び出しからニアサイドを打ち抜きました。しかし後半形勢が逆転、1点差に詰め寄られます。諦めないことでどん底から這い上がってきた選手たち、最後の力でゴールを死守します。しっかりとボールに行ってしっかりと食らいつく、相手にこうやられるがままに下がって守るんだったら絶対守れない。悲願の J1 昇格、サポーターとともに掴み取った栄冠です。絶対諦めないで努力を続けてれば絶対何かしらこう神様は味方につけられると思ってるので、まあ、目標はやっぱり高くあるので諦めなかったことがやっぱりその2011年の一番いい経験だったのかなとは思いますね。いやー、なんだろう、ちょっとね、やっぱスポーツすごいな。ちょっとね、目頭熱くなってきちゃった。まあぶっちゃけね、この VTR 僕何回も見てるわけですよ事前に、はい、でも今ね本番でこうやって皆さんオンエアを通してご覧になっていただいてるでしょうけどもね、ちょっとやっぱり違う。いやー、 J1 行こうよもうじゃなくて今年はもう、せめて ACL に行こうよと歌いたいですね今までね。いやー、なんだろう、ファイターズもそうですしコンサドーレもそうです、他のスポーツももちろんだと思いますけど、スポーツがもたらす感動ってすごいですね。どうでした、はい、ね、萌香ちゃん、なんかこう苦しい状況の中大変ですけど、はい、こう信じて耐えて諦めなければ、うん、絶対に乗り越えられるんだっていうふうに勇気をもらいましたし、やっぱり今新型コロナウイルスの影響で不安でいっぱいだと思うんですけど、うん、私たちも今こそ団結して、うん、こう頑張っていかなきゃなっていう気持ちになりました。そうね、諦めないことだね。はい、本当すごかった。はい、それではコンサドーレとファイターズの今の状況を教えてもらえますか。はい、まずコンサドーレですけれども、5月11日から自主練習を行っています。で、来週の月曜日からはチームを4つに分けた上で時間帯もずらして練習を続けていく予定です。ここからはコンサドーレもクラブの歴史はこの選手とともに始まりました。記念すべきコンサドーレ第1号、元祖プリンス吉原康太。あれ、隣にいるのは友達なら当たり前のアルシンド。アルシンドは一旦置いといて、
吉原選手、コータギャルって呼ばれている女性サポーターが多かったんですよね。あれだけ活躍したらモテるの当たり前だよかっこいいですね。かっこいい。吉原選手とツートップ組んでいたのはパナマの怪人バルデス。おなじみだったゴールパフォーマンス、母国パナマへの国際電話さらにゴールを決めて、今度はアンテナを立ててパナマに電話。電話料金これ大丈夫ですか？見てください、ビューティフォーゴール、ループシュート。綺麗、これ何回も見たやつですね。アルゼンチンの伝説的なプレーヤー、神の手ディエゴ・マラドーナの弟ーウーゴ・マラドーナ、そっくり。よしよし、おいしい。でも顔かゆいね、今日冷えそる。どうぞ。かゆい、かゆい。いきなり雪景色、これ岡田監督ですか？そうなんです、この頃はキャンプに出発する前にこんなトレーニングもしてたんです。今日は、今年は転ばないよ。おはよう。岡田監督、まずまずですよね、はい、でも一歩選手たち大苦戦。絶対私の方がうまい。本州出身とか南米出身ですからねそんな中見てください、異彩を放つこの選手。うわ、走ってる好きじゃない。サポーターに大人気だったビジュ、こんなところでも驚異の身体能力見せてました。ピッチ上と変わらないでしょ。早い。そんなビジュ選手とコンビを組んでいたのがこの人なんです。んちょっと今より髪長いけど、野々村義和選手、今の社長。社長、選手としての在籍はわずか2年だったんですが、チームには欠かせない中心的な存在でした。社長かっこいい。金髪の時もあった。そんな野々さん、ある試合でレッドカードを受けて退場になっちゃったんです。あ、頭突きはダメって言われてますね。すると後日試合ではなんと丸刈り。これ反省したってことですか？ののさん、この髪型気に入ったのか、どんどん髪の毛が短くなっていきました。何輪刈り、なんか北の映画に出てきそうですねすごくコンサドーレに愛着があるので、強いチームになればいいなと思ってます。社長、これからもコンサドーレよろしくお願いします。いや、これ何の撮影ですか？過去に HBC の番組 MC もしてました。日本全国3000万人の神道派の皆様、大変お待たせいたしました。待ってました。ディフェンダーながら昨シーズン6得点も挙げたゴールゲッター、札幌白石区出身の23歳、我らが神道涼介。フォワードみたいな嗅覚持ってんだよね。でね、これね、ゴールだけじゃないんだよ。時には見て、体勢崩しながら足裏アシスト。転んでもただでは起きないのが新藤選手、ね、これ靴脱げてるのに走っちゃうんですよね。そうそう、リレーの選手みたい。この辺なんか新藤選手の真面目さが出てるよね。履く前にまず戻る。新藤選手90分見てるだけでも面白いかもしれない。飽きないですね。そしてこれ見てください、フリーキックのチャンスで福森選手の元に行った新藤選手、なぜか交渉してます。交渉してちょっと笑ってます、福森選手。で、交渉の結果ボール奪った。ボール奪いました。ボール持っただけでこの感じがすごいですね。この後蹴ったんですが、ご想像にお任せします、はい、でそんな新藤選手、ピッチ外でも輝き放ってます。まずはこちら、去年5月強度期に出演してくれた時のこの一言。どうなんですか、チームメイトが代表に選ばれてるっていうのはどうなんですか？いや、まあいずれは自分もって思って、時間の問題かな。いずれは自分も時間の問題かな。これ私も覚えてますけど、この発言から半年が本当に代表に選ばれましたもんね。有言実行。でもね、まだ出場してないのでね、なんとかワールドカップ予選期待してます。さらにこの日の新藤選手絶好調でした。
小顔になりたいんですよね。十分スタイルいいですよ。十分2人とも8頭身以上。いやでもそこじゃないんじゃない。どっちかというとこの前歯の前歯がちょっとオフサイドしてる。オフサイド。前歯出ちゃって。ディフェンスラインと駆け引きしてる。前歯がオフサイド。ディフェンスラインと駆け引きしてる。もう何ですかこの恐ろしいほどのトーク力。トークの嗅覚も鋭いで、こちら極めつけは SNS ライブ配信、サポーターからの突っ込んだ質問に対して、ありがとうございます。ジンドウ君、彼女いるの？だってそういうの古い古い。今は何、どういう時代なの？やっぱ一人で生きてないと。ジンドウ君一人好きだもん。新藤選手、遠くからも目が離せませんね。さあ続いては2006年、当時 J2 のコンサドーレは天皇杯で快進撃を続けていました。うわ、砂川選手ナイスゴール。俺たちの砂川誠。しかしこの後ゴールキーパー佐藤優也選手に悲劇が襲いかかります。立ってる状況で少しでも時間を稼ぎたかったんだけど、近くから相手チームの選手が現れてボール奪われてしまいました。その結果試合はまさかの PK 戦に突入。しかし本当のドラマはこの後なんです。相手のキッカーは先ほどボールをかっさらっていった矢野選手。ここ止めればコンサドーレが勝ちます。お願い止めて。これね、自作自演なんですね。わかりますか。演出も主演も佐藤優也ということになります。手放しかけてた勝利を自らの手で取り戻しました。しかしコンサドーレやられてばかりではないんですね。こんなこともありました。一瞬の隙をツーンとダビ選手がつついたわけですね。これ全世界に注目されたゴールになったんですけども、ダビ選手ね、足長かったね。いやー本当ですね。 J1 昇格にも大きく貢献してくれました。この表情も仕方ない。続いては白いユニフォームのコンサドーレ、埼玉スタジアムで起きたある事件をご紹介します。覚えてます。もう二人とも仲良しなんだから。手洗い、ガラガラガラ、うがい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 はこまめに、こまめに。なまら、ありがとうね。チャナ、怠け者。タイの英雄チャナティップ選手、言わずと知れたコンサドーレの可愛い代表ですね。シュートも見事だよね。こんなちっちゃい体なんだけどさ、ものすごいミドルシュート決めるわけよ。そんなチャナティップ選手が HBC の手洗いを呼びかけるコマーシャルに協力してくれました。コンサドーレのチャナティップからのお願いです。手洗い、うがいはこまめに。手洗い、ガラガラガラ、うがい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 はこまめに、こまめに、たくさん、たくさん、たくさん、こまめに。手洗い、うがいはこまめに。じゃあ次、あ、いや、これ OK です、OK です、OK です。本当？ね、OK です、大丈夫。力を合わせて、力を合わせて、力を合わせて。コンサドーレのチャナティップからをからのお願いです。ご協力ありがとうございました。この日本語今では一番のお気に入りになりました。手洗い、うがいはおまめに。手洗い、うがい、おまめに。イエーイ。かわいいが止まらない。またベストイレブンに選ばれてね。そしてコンサドーレはこの人たちの存在なしには語れませんよね、
改めて素晴らしいサポーターがついてるね。そうですね、やっぱこのサポーターがこうやって選手の力を引き出してくれたから決勝まで行ったわけだよ。うん、あの景色忘れません。うん、やっぱサポーターが選手の背中を押して勝利して、うん、そしてみんなが笑顔になる、そんなスポーツの日常を取り戻そう。はい、そして今度こそみんなで頂点取りに行こう。手を洗おう、手の甲も指の先も。手洗い以外はこまめに。コンサドーレの鈴木武蔵からのお願いです。僕も子供たちと一緒に実践しています。手は隅々まできれいに。手を洗いましょう。プロ野球の開幕、 J リーグの再開に向けて少しずつ明かりが見えてきました。私たちはスポーツの力で笑顔になれることを信じて待っています。それでは最後にこのお二人からのメッセージです。これから我々ももっとすごいプレー、そして感動的な試合をして皆さんにもっともっと元気になってもらいます。もう少しだけ北海道魂で頑張っていきましょう。力を合わせて頑張りましょう。スマイル FC、ファイターズ&コンサドーレで笑顔に。2006年、当時 J2 のコンサドーレは天皇杯で快進撃を続けていました。うわ、スマカワ選手ナイスゴール。俺たちのスマカワ誠。しかしこの後ゴールキーパー佐藤優也選手に悲劇が襲いかかります。勝ってる状況で少しでも時間を稼ぎたかったんだけど、近くから相手チームの選手が現れてボール奪われてしまいました。その結果試合はまさかの PK 戦に突入。しかし本当のドラマはこの後なんです。相手のキッカーは先ほどボールをかっさらっていった矢野選手。ここ止めればコンサドーレが勝ちます。お願い止めて。これね、自作自演なんですね。わかりますか。演出も主演も佐藤優也ということになります。手放しかけてた勝利を自らの手で取り戻しました。しかしコンサドーレやられてばかりではないんですね。こんなこともありました。一瞬の隙をツーンとダビ選手がつついたわけですね。これ全世界に注目されたゴールになったんですけども、ダビ選手ね、足長かったね。いやー、本当ですね。 J1 昇格にも大きく貢献してくれました。この表情も仕方ない。続いては白いユニフォームのコンサドーレ、埼玉スタジアムで起きたある事件をご紹介します。覚えてます。もう二人とも仲良しなんだから。手洗いうがいはこまめに。こまめに。なまらありがとうね。チャナナマケモノ。タイの英雄チャナティップ選手、言わずと知れたコンサドーレの可愛い代表ですね。シュートも見事だよね。こんなちっちゃい体なんだけどさ、ものすごいミドルシュート決めるわけよ。そんなチャナティップ選手が HBC の手洗いを呼びかけるコマーシャルに協力してくれました。コンサドーレのチャナティップからのお願いです。手洗い、うがいはこまめに。手洗いうがいはこまめに。こまめに。たくさんこまめに。ではないんですね。こんなこともありました。一瞬の隙をツーンとダビ選手がつついたわけですね。これ全世界に注目されたゴールになったんですけども、ダビ選手ね、足長かったね。いやー、本当
ですね。 J1 昇格にも大きく貢献してくれました。この表情も仕方ない。続いては白いユニフォームのコンサドーレ、埼玉スタジアムで起きたある事件をご紹介します。覚えてます。もう2人とも仲良しなんだから。手洗い、うがい、うがいはこまめに、こまめに、なまら、ありがとうね。チャナ、怠け者。タイの英雄チャナティップ選手、言わずと知れたコンサドーレの可愛い代表ですね。このシュートも見事だよね。こんなちっちゃい体なんだけどさ、ものすごいミドルシュート決めるわけよ。そんなチャナティップ選手が HBC の手洗いを呼びかけるコマーシャルに協力してくれました。コンサドーレのチャナティップからのお願いです。手洗い、うがいはこまめに、手洗い、うがいはこまめに、こまめに、たくさん、こまめに、手洗い、うがいはこまめに。じゃあ次、あ、いや、これ OK です、OK です。本当？全然 OK です、大丈夫。力を合わせて、力を合わせてコンサドーレのチャナティップからをからのお願いです。ご協力ありがとうございました。この日本語、今では一番のお気に入りになりました。手洗い、うがいはおまめに、手洗い、うがいおまめに、イエーイ。かわいいが止まらない。またベストイレブンに選ばれてね。そしてコンサドーレはこの人たちの存在なしには語れませんよね、うん。戦えよと。最後まで諦めずボールに食らいつく、その姿勢が勝利を呼び込み始めます。夏には初めての4連勝、順位を徐々に上げていき、シーズン終盤にはJ1 昇格争いができるまでになりました。そして最終戦、相手は首位 FC 東京。コンサドーレは4位と勝ち点で並んでいるため、絶対に負けられない戦いです。サポーターの抗議をきっかけに成長してきたコンサドーレ、札幌ドームには選手たちを勇気づける光景が広がっていました。4万人の大声援、サポーターと共にたどり着いた決戦の舞台です。ものすごい人数だったんですよ。この人数、これは勝つしかないよねっていう率直な思いでしたね。試合序盤、ボールに食らいつき相手の攻撃を封じます。さらに磨き上げてきた球際の勝負からチャンスを作ります。河合を起点にパスがつながり、一気に前線へ。クロスに飛び込んだのはエース内村、値千金の先制点を挙げます。そして前半終了間際、
ここも激しい球際の争いからボールを奪うと、素早い展開から一気にゴール前へ。決めたのはまたも内村。絶妙な飛び出しからニアサイドを打ち抜きました。しかし後半形勢が逆転、1点差に詰め寄られます。でちょっと避けちゃうようなシーンとかもあったので、もうそういうシーンに関してはめちゃくちゃ怒りました。戦えよと。最後まで諦めずボールに食らいつき、その姿勢が勝利を呼び込み始めます。夏には初めての4連勝。順位を徐々に上げていき、シーズン終盤には J1 昇格争いができるまでになりました。そして最終戦、相手は首位 FC 東京。コンサドーレは4位と勝ち点で並んでいるため、絶対に負けられない戦いです。サポーターの抗議をきっかけに成長してきたコンサドーレ。札幌ドームには選手たちを勇気づける光景が広がっていました。4万人の大声援、サポーターと共にたどり着いた決戦の舞台です。ものすごい人数だったんですよ。この人数これは勝つしかないよねっていう率直な思いでしたね。試合序盤、ボールに食らいつき相手の攻撃を封じます。さらに磨き上げてきた球際の勝負からチャンスを作ります。河合を起点にパスがつながり、一気に前線へ。クロスに飛び込んだのはエース内村。値千金の先制点を挙げます。そして前半終了間際、ここも激しい球際の争いからボールを奪うと、素早い展開から一気にゴール前へ。決めたのはまたも内村。絶妙な飛び出しからニアサイドを打ち抜きました。しかし日本全国3000万人の振動派の皆様、大変お待たせいたしました。待ってました。ディフェンダーながら昨シーズン6得点も挙げたゴールゲッター、札幌白石区出身の23歳、我らが振動涼介。もうね、フォワードみたいな嗅覚持ってんだよね。でね、これね、ゴールだけじゃないんだよ。時には見て、体勢崩しながら足裏アシスト。転んでもただでは起きないのが進藤選手。これ靴脱げてるのに走っちゃうんですよね。そうそう、リレーの選手みたい。この辺なんか進藤選手の真面目さが出てるよね。履く前にまず戻る。進藤選手90分見てるだけでも面白いかもしれない。飽きないですね。そしてこれ見てください。フリーキックのチャンスで福森選手の元に行った進藤選手、なぜか交渉してます。交渉してちょっと笑ってます、福森選手。で、交渉の結果ボール奪った。ボール奪いました。ボール持っただけでこの感じですごいですね。この後蹴ったんですが、ご想像にお任せします、はい。でそんな進藤選手、ピッチ外でも輝き放ってます。まずはこちら、去年5月、強度期に出演してくれた時のこの一言。
話振られないかと思って。どうなんですか、チームメイトが代表に選ばれてるっていうのはどうなんですか。いやまあいずれは自分もって思って、まあ、時間の問題かな。いずれは自分も時間の問題かな。これ私も覚えてますけど、この発言から半年が本当に代表に選ばれましたもんね。そう、有言実行。でもね、まだ出場してないのでね、なんとかワールドカップ予選期待してます。でさらにこの日の進藤選手絶好調でした。小顔になりたいんですよね。十分スタイルいいですよ。十分2人とも8頭身以上。いやいや、でもそこじゃないんじゃない。どっちかというとこの前歯の前歯がオフサイドしてるんで。オフサイド。ちょっと出ちゃって。ディフェンスラインと駆け引きしてる。前歯がオフサイド。出ちゃ。ディフェンスラインと駆け引きしてる。もう何ですかこの恐ろしいほどのトーク力。トークの嗅覚も鋭い。でこちら極めつけは SNS ライブ配信、サポーターからの突っ込んだ質問に対して、ありがとうございます。進藤くん彼女いるのだって。そういうの古い今は何どういう時代なの。一人で生きてからやと。進藤くん一人好きだ。進藤選手遠くからも目が離せませんね。さあ続いては2006年、当時 J2 のコンサドーレは天皇杯で快進撃を続けていました。うわ、砂川選手ナイスゴール。俺たちの砂川誠。しかしこの後ゴールキー